リク、ヘイヤリキューのデビューシングル、ダウト・イット、平野紫耀の弟が新たなエンターテイメントへの一歩。日本のエンターテイメント界に新たな風を巻き起こすべく、平野紫耀の弟、リク、ヘイヤリキューが待望のアーティストデビューを果たしました。彼はダンス、ボーカル、RAP のスキルを幼少の頃から磨いており、その才能を遺憾なく発揮するファーストシングル、ダウト・イットは早くも注目を集めています。 本校では、陸のデビューシングルに焦点を当て、その制作背景や楽曲の特徴、期待される展望などを探ります。陸のバックグラウンド、陸は幼少の頃からダンス、ボーカル、RAP のスキルを磨き上げ、兄である平野仕様の影響も受けながら、自身の芸術性を追求してきました。その熱意が結実し、陸のために結成されたプロデュースユニット、NU Candy が、彼のデビューシングル、 ダウトイットの制作に取り組みました。制作背景、NU キャンディーとのコラボレーション、陸のデビューシングルの舞台裏には、緻密な計画とクリエイティブなプロセスが絡み合っています。プロデュースユニット、NU キャンディーは、陸の個性や才能を最大限に引き出すべく、度重なるミーティングを通じて、緻密なアイディアの交換を行い、制作に臨みました。陸自身が、ダウトイットのリリック、トラックに参加し、 クリエイティブメンバー全員が新しいエンターテイメントへの挑戦を共有していることが楽曲に強いエネルギーをもたらしています。このコラボレーションの成果が NU キャンディのビートと陸のパフォーマンスを通じて強烈に感じられるでしょう。楽曲の特徴、ダウトイットの魅力。ダウトイットは陸と NU キャンディが手がけた楽曲であり、その魅力はリリック、トラック、そして独自のエネルギーに満ちています。 陸が自らの経験や感情を込めて歌い上げ、それを NU キャンディの独創的なトラックが支えることで、聴く者に強い印象を与える楽曲に仕上がっています。ダウトイットでは、陸が自身の芸術的なビジョンを表現し、クリエイティブなフローで観客とつながります。楽曲全体に漂うポジティブなエネルギーは、リスナーに新たなエンターテイメントへの期待感を抱かせるでしょう。CD の詳細、多彩なトラックリスト、 陸のファーストシングル CD ダウト・イットは、初回版 A、B、C の3形態で同時リリースされます。各形態は異なるジャケットとなっており、コレクターズアイテムとしても注目されています。収録曲は同一でありながら、異なるジャケットがファンにとって魅力的な要素となるでしょう。リード曲である、ダウト・イットに加え、完全未公開の新曲2曲が含まれており、計6トラックが収録されています。 この幅広いトラックリストは、陸の多彩な才能と音楽的な探求心を反映しています。未公開新曲、期待の的、レビューシングルには、リード曲、ダウトイット、以外にも未公開の新曲が2曲含まれています。これらの新曲はファンにとってはまさに未知の領域であり、陸の音楽的な幅広さや進化を感じる絶好の機会となるでしょう。ダウトイットの裏にある未公開の新曲たちは、 陸がどのように成長し、彼自身のアーティストとしてのアイデンティティをどれだけ深めているのかを垣間見ることができるかもしれません。結論、新たなエンターテイメントへの一歩、平野耀の弟陸のデビューシングル、ダウトイットは、彼の芸術的な成熟とエンターテイメントへの情熱が凝縮された作品です。プロデュースユニット。 NU Candy とのコラボレーションを通じて生まれた元作は、リスナーに新たなエンターテイメントへの一歩を感じさせるだけでなく、陸が持つ多彩な才能と未来への期待感を高めています。CD のリリースを機に、陸の音楽世界にどんな風が吹くのか、彼がファンにどんな感動を届けてくれるのか、今から期待が膨らむばかりです。平野志陽と陸の兄弟二人が、 それぞれの道を歩みながら日本のエンターテイメントシーンに新たな息吹をもたらすことでしょう。